はい、皆さんこんにちは。ラピー tv です。本日は google Earth で見れる不思議な場所、ミステリーサークル21線をお送りしたいと思います。皆さん、こちらが一番不思議なミステリーサークルとなります。ドイツの電波望遠鏡の近くにあります。 天体観測所のそばで発見されましたこちらのミステリーサークルこちらがそのパラボラアンテナとなります電波望遠鏡ですねそしてその横に現れたこういったミステリーサークル他21線を今日は Google Earth で連続で見ていきたいと思います あなたもその見れるようにそのリンクもお教えしますので最後まで見てくださいでは始めますまず写真からですどうぞこちらがそのリンクの写真ですここにねすべてイギリスのミステリーサークルドイツのミステリーサークル他がこの位置がこういうふうにマップに消すちゃんとね記されておりますのでそれをクリックすることによってこの座標をコピって Google Earth Pro を立ち上げて検索欄に入れるとその場所に行くことができますぜひこれリンク下の概要欄に貼っておきますので皆さんも見てみてくださいそしてこちらが一つ目の写真ですちょっと消えかかっておりますそしてこれはどうやって見れるかと言いますと最初に行くと見れません現在になってますのでここのタイムマシン機能時計のマークでスライダーを上下に動かしてください 見える位置までここをねクリックしていきますと前後見える位置が出てきますのでそこで止めてみてくださいそれがコツですそして次これです先ほどのドイツに現れたこの綺麗なミステリーサークルですねこういった形が綺麗なのはまあ知的生命体地球外生命体が作った可能性があるものでまあいびつなのはね、まあ 人間が意図的に作った可能性もありますがこちらはドイツのこういう天体観測所電波望遠鏡のそばに現れたミステリーサークルでこれは驚きのミステリーサークルとなります。これだけ精巧にひとやにしてできたミステリーサークルとなります。そして次です。引いたところそしてこれもそうです。 かなり時間が経っておりますが Google Earth でどれも見ることができますすべてねこれを皆さんに連続でお見せしたいと思います見たい方は先ほどのリンクウェブサイトから見ることができますので座標はそちらから取得してみてくださいそして Google Earth Pro を立ち上げてみてくださいこれが一番また不思議なものですねクラゲのような謎のものですはい まあ、こういったのはまあ、単純なようでやはりこれを作れというのは難しいですよね。はいそしてこれが砂漠にあります。これはね調べた結果これだけはまあ、あるアーティストが作ったものだということが分かりました。これは作品ですね。このミステリーサークル1は作品だと思って見てください。 その他は自然にできたものとなります。では早速その Google Earth の、はい、立ち上げて座標を入れてますので見ていきます。この後はナレーションは少なくします。ではスタートです。 まあここに過去水があったそうですね。水を入れてたそうですが、現在は水がまあ干上がっているような感じですね。湖のようにここに水が入ってたそうですが、現在はありません。これはアーティストが作ったものだということが分かっております。位置関係はこういった感じで、はい、ここが、はい、こんな感じですね。こここ。れ、 抜けるところですすねねがありますか、ね、こんな感じではいサウジア,アラビアかなというふうになりますそして2番目まあんといってもミステリーサークルはイギリスに多いと言われております2つ目 こういったロケーションになりま,すまあ必ずそばに道があってちょっと入ったところのこういう平らな農地にできてますねほとんどがそして近くには遺跡がある場合が多いですねこんもりした、まあ、謎の遺跡とかがあるところにこういったのが現れるといった傾向にあるようですこれが2つ目のミステリーサークル こんな感じですそして3つ目近くにありますよねこれ見るとこれが3つ目のミステリーサークルですで見るためにはこのスライドバー、ね、タイムマシン機能を上下させてください少し動かすだけでもう見えなくなりますこういうふうに田んぼがもう整地されてますのでまあ 上下にすると一番見える位置が出てきますのでそこで調整してみてくださいこれが3つ目のミステリーサークルですまた位置関係見てみましょうこんな感じですそして必ずこういった何か遺跡群が見えますねなんかこういったのは何か関係があるのでしょうかこんな感じですここに丸いもの遺跡のようなもの墳墓みたいなものがあります 古墳ですね古墳のようなものがあります。こういった位置に大体このミステリーサークルというのは出ますね。ここにも道が走っております。こんな感じです。そして4つ目かな。はい。 こういった花のような水仙のような感じですね。これはちょっと形が崩れてきておりますが、まあ、こういった位置関係にあります。これをも見ると大体こんな感じですよね。はい。ロケーション、近くに道が走っていて、何かこういったものがありますよね。はい。そして4つ目。 まあこれも簡単そうなのはねまあ、人間が手を入れて、まあ、冗談で作った可能性もありますがこれもね作ろうと思えばまあ、なかなかね時間がかかるのでそんな暇じまいないと思いますが果たしてこれは何者が作ったのでしょうか皆さんどうお思いですかこれがミステリーサークルですちょっと長さ全体測ってみますここから ここまでこれが 46.90m という風になりますそして続いて次のサークルに行きます5番目かな5番目のサークルです近くにありますよねこれはまた複雑ですがまあ、かなり薄れて消えておりますがこれはかなり難しい図形ですねこういった感じのミステリーサークルこれが5番目です まあこれが精いっぱいに写っているところですね。ちょっと収穫があってこう見えなくなってますよね。そして6番目にいきます。イギリスです。場所はイギリス。はい、近く。これが一番不思議ですよね。ミステリーサークルのこの謎のこのクラゲのようなものパラシュートのようなクラゲのようなもの。そしてこういうふうに引いてますね。拡大するとこんな感じ。 はいどううでしょうか何を表しているのでしょうかこんな感じです。これが6つ目のミステリーサークル。今でも Google Earth で見れますのでね先ほどのリンクから座標をここに貼って皆さん見てみてください。そしてこのタイムマシン機能で前後させてください。はい、これが7つ目のミステリーサークル。 どうですかすごいですすすかごいよね最近はもっとすごいのが出てるんですけど見つけることはでできませんでした、まあ、近くにいろんなこんなね遺跡みたいなのがほら変わった石を置,かれ置いているストーンヘンジみたいな感じで必ずこういった目印のような大きなこれを何と言うんですかね石のオブジェのようなものが昔から置かれている位置に現れるのは偶然でしょうか 皆さんどう思われますかその横に現れるこちらのはい、今回のこれが7つ目のミステリーサークルとなりますそしてまあ8つ目になりますかねちょっと飛んでますが7つ目 これが8番目かな ?9 番目になりますかね。はい。これはまた複雑なミステリーサークル。はい、9番目となります。これはすごいですよね。もうまさしく何か知的生命体、地球外生命体が作ったような感じです。中に三角形、中に複雑な模様があります。後で詳しくフィルターをかけて最後にお見せしたいと思います。これが まあ、9番目そして10番目ですねはいこれははっきりしております人の顔なのか何なのか、まあ、宇宙人の顔なのか鼻目目かそれともこういった宇宙がもう一つあるということを私たちに知らせているのでしょうか宇宙の仕組みを教えているような気がしますね まあ天体というのか宇宙全体はこういう泡状のね一つの細胞膜の中に包まれたような中にたくさんこの銀河私たちの太陽系はその中心にあると言われておりますそしてまた外宇宙がいくつもこういうふうに,ブドウの房のようにあるとも言われておりますそれをの形作って地球人に教えている一つの記号でしょうかミステリーサークルこれが10番目そして 11番目のミステリーサークルです。はい、これが11番目となります。ここに道路が通っております。車の大きさから見てもらえば大きさが分かると思います。そして測ってみます。横方向を測ってみます。約直径がこの方向で56.99、57メーターあります。 はい、こんな位置関係にありますロケーションこれで,ですまたここにも不思議な、まあ、公園ロータリーかこれはロータリーですねこういったものがあるところに必ず現れますよねだいたい似たような地形のところに現れるといったものになりますそして12番目 はい、これが12番目のミステリーサークルとなります。見えませんが、こういった時に前後します。いいですかこのスライドバー、タイムマシン機能で移動すると、見えてくる位置で止めます。まだ見えませんね。これでも見えません。ということは、後ろの方ということになります。12番目のミステリーサークル。ここを、はい、出てきました。これが、 ミステリーサークル12番目のミステリーサークルとなります。あまりこれは複雑ではないですね。1、ロケーションこんな感じです。やはり周りはこういった森林があって、こういったロケーションですね。はい、これが12番目のミステリーサークルとなります。そして13番目。 はいこれが13番目のまあ消えかかってますがこういったミステリーサークルですどうでしょうかそして14番目のミステリーサークルはいこれが14番目のミステリーサークルとなります ちょっとこれは形的にはまあいびつな感じがしますがまあこれはまあ人間が作ったのでしょうかね分かりませんねミステリーサークルは人間が作ったのと本当に知的生命体が作った地球外生命体が作ったものとがまあ分かれますのでねまあいびつな作り方とか単純なデザインは人間が作ったものだと思われますこういった位置関係にあります。 これが14番目のミステリーサークルとなります。そして15番目。はい、これですが、一が出てきませんよね。これも動かしてみます。はい、出ませんね。それと、それでも出ないときは後ろに下がってみよう。はい、出ました。これが、 15番目のミステリーサークルです。何を表しているのでしょうか、まあ、分かる方には分かる図形だと思います。何でしょうか、まあ、銀河でしょうか銀河の中心にあるということを、太陽系はこれだということを示しているのでしょうかこんな感じです。周りにやはり遺跡のようなこういったものがありますね。場所的にはこういったところにミステリーサークルが現れます。15番目。 これが15番目の謎のミステリーサークル果たしてこれは何でしょうそして16番目 そして17番目のミステリーサークル。まあ単純ですが何かの記号的なものでしょうか。はい、これが17番目。そして、はい、18番目になります。これもスライドバーで戻してみます。現れませんね。ちょっと待ってください。 はい、現れれました。これです。18番目のミステリーサークルそして引きますとまたこういったロケーションにあります森が周りにありましてこんな感じですやはりこんもりとした塚のようなこういう古墳みたいなものが点々とありますこそこのこの位置に現れております これがミステリーサークル18番目そして一番謎のドイツにあります天体観測所のそばにあります田んぼに現れましたきれいな形のミステリーサークル私はこれが一番すごいと思います形がまさしく狂いがない作り方がされております何一つ雑なところがないと いったものでそのそばにはドイツのこういった電波望遠鏡がたくさん立ち並ぶところに田んぼにこういうふうに現れたといったものです。果たしてこれはその地球外生命体が存在位置を表す何かの暗号それともこれがその宇宙を表す シンボルマークなのか皆さんのご意見お待ちしております。これがあれですね、ドームですね。そしてこれがドイツのパラボラアンテナがたくさん見えております。これ、これ、これ、宇宙を観測するパラボラアンテナ、電波望遠鏡となります。そのそばに出来上がったミステリーサークル。はい、これです。そして20番目。 はいこれもスライドバータイムマシン機能で戻します。あ現れない時はもう一度やってみます。 現れましたここですね2015年にすると現れましたこれも不思議な模様ですよねこんな感じで田んぼに現れた20番目のミステリーサークルここタイムマシンバーを前後にしたら出てきますので必ず出てきますそして最後に21番目となります はいこれが21番目のかなり薄いですがまた複雑な丸い点が複雑にこういう風うにまあ、風車のような感じのはいミステリーサークルとなりますそれでは最後にその解像度を上げてお見せしますこれが一番不思議だった三角形の中に 何かありそうなものですねこれはい今よく見えておりますこれですねここ拡大するとこんなに複雑な感じの何かが見えますこれですはい、そして他にもこれですね先ほど見せた薄いやつをまあ一番いい状態でお見せしておりますこんな感じになります そしてこれ、これもう一番見やすい状態のグリーンにしました。どうでしょうかこんな感じです。そして最後に、これは、 まあ、一最初にお見せしましたけどこれはデザイナーといいますかアーティストが作ったものだということなんで最初のミステリーサークル1はこれは違いますので。というわけで今日ご紹介したのは Google アースで見つけた不思議な場所ミステリーサークルの数々一番謎なのは一番 ドイツで見つかった天文台、電波天文台のところにあります。このミステリーサークルが一番怪しいものだということがわかります。これを進めます。バーではい、これがミステリーサークルが一夜にしてできた。そのきれいに出来上がったところの様子を今お見せしております。 ドイツの電波望遠鏡が見えておりますこのミステリーサークルを見ながら終わりたいと思います位置関係こんな感じですそしてここにはっきりと現れておりますはい、今日は Google Earth で見つけた21線ミステリーサークルを見てみました皆さんも下の概要欄のリンクからウェブサイトから 座標を貼ってありますのでそちらからここに貼り付けてこのスライドバータイムマシン機能で見てみてください今日はこちらミステリーサークルをご紹介しました見たい方は是非見てみてくださいではまたですラッピィ TV でした